小玉リエコは神奈川県出身のゲームクリエイター。セガ所属。考古学科へのどちらかを大学で学ぶことを希望していたものの、大学受験に失敗したため、絵の道へ進むべきと考え、広告デザインの専門学校に進学した。専門学校時代の先輩にセガの社員がいたことと、馴染みのないゲームの世界に新しさを感じたことを理由に、1984年に、 セガに入社した。ゲームの制作現場に興味を抱いた小玉は、入社後すぐ、チャンピオンボクシングのキャラクターを手掛けた。入社当時セガには十分な人数のデザイナーがいなかったことから、進行中のプロジェクトの補助として、特定のキャラクターのみのデザインを手掛けることも多く、1年間に5.6本分の仕事を掛け持ちすることもあった。アーケードゲーム、 家庭用ゲーム機ソフトのキャラクターデザイナーを経て、ディレクター、ゲームプロデューサーとなる。開発誌会社である、オーバーワークス所属だった時期もある。2019年には、ゲームデベロッパーズ、チョイスアワードのパイオニア賞に選ばれた。3月に行われる、ゲームデベロッパーズコンファレンスの会期中に受賞式が取り行われる。セガエージズでプロデューサーを務めた際、 レトロゲームの復刻の経験は初めてで終了時の気持ちは思い出が蘇りながら過去タイトル向き合ったことで学ぶことができたという開発中に残るエピソードはソニック・ザ・ヘッジ・ホックのダウンロード数が非常に多かったことセガ・エージズに新シーズンが来るとしたら作りたいタイトルとして彼女が手掛けた魔法騎士レアースを挙げている理由は イベントのテキストをスキップできないなどの問題を当時から承知しており改善を求めた。以降、ディレクター以降、プロデューサー、ありがとうございます。